バレーボール女子元日本代表の大山加奈さんが嬉野市の小学校を訪れ、一歩踏み出す勇気が大切と子どもたちに熱く語りました。私一人の力なんてちっぽけで、夢を叶えたかったらみんなからの応援やサポートが必要なんだっていうことに気がつかされたんですね。なのでこの講演会は今年県内で開催される国民スポーツ大会を前に、子どもたちのスポーツへの関心を高めようと嬉野市が開いたものです。今日はバレーボール女子元日本代表の大山加奈さんが講師に招かれ、嬉野小学校の児童およそ300人を前にスポーツの魅力について講演しました。大山さんは小学生時代喘息を発症し、激しい運動ができなかったものの、バレーを楽しむ気持ちを大切にすることで日本一になることができたと振り返りました。その上で、自分でできないと思わずに一歩踏み出す勇気を大切にして、いろいろなことにチャレンジしてもらいたいと子どもたちに熱く語りかけていました。